このところ退屈だと思っていたら、見かけない奴が入ってきた。どうだ、賭けをしないか。半マイル先からジムの頭の上に乗っけたグリーンフルーツを矢で射抜くことができたら、あんたにバーのツケを払ってもらう。ジムならやるよ。酒のためなら自分の母親さえ売り飛ばすやつだから。射撃が得意なのか。バー、あんたが今話してるのはスワンプの射撃手だ。スカルコレクターに仲間を一掃されるまで密輸業者の基地で働いていたんだ。オクラン、あいつらの魂にお慈悲を。クソ、なんでこんな宗教児みたいなことを言わせるんだよ。そうか、仲間を守れなかったのか。それって頭の上のグリーンフルーツをいるのをやめろってことか。過去に仲間を救うことができなかったんだ。だからバーで引きこもっているのも悪くないと思ってる。それでいいのか、失敗したからやめるのか。自分を責めるのはやめろ。あんたの仲間もそれを望んではない。そうだな、あんたの射撃手になるよ。でもバーのツケは冗談じゃなくて本当に払わなくちゃならないんだ。もし砲台でのスキルが必要なら2300キャット出してくれ。いいだろ。ありがたい。チャンネル登録&高評価お願いします。